And aside from the COVID-19 pandemic, Olympic athletes in Japan are facing another obstacle in the form of intense summer heat. Let's find out more from this Bloomberg Quick Take. との両立が非常に重要だということであります。当然そのコロナ対策という観点からは、例えばマスクをつけていただくことは大事なことでありますけれども、一方で暑さ対策という観点からは、これで暑さがこもってしまうと、あるいはマスクをつけるとどうしても喉が渇いてしまいますけれども、それは暑さ対策という観点からは、むしろ水をたくさん飲んでいただく必要があるということで、両者をきちんと両立させることが非常に大事であるということであります。